こんにちは、田中みやびです、えー。私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは私自身が普段目にしたニュースであるとか、えー、私自身が生活していって思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本日取り上げたいトピックは、えー、もうちょっとこの話もうやめにしようかと思ってたんですけど、なんかまた新たな動きが出てきちゃって、 あの斉藤、えー、元彦、えー、神戸あ兵庫県知事が、えー、公職選挙法に違反しているんではないかっていう疑いが出てきたっていうことについてお話しさせていただければと思っております。えっとですねちょうど今これ撮影しているの11月23日土曜日なんですけれども金曜。 もしくは木曜ぐらいですかね、えー、ちょっと、えー、正確な日付は分からないですけれども、まああのー、とある、えーまあえー、PR 会社、インターネットの PR 会社が、斎、あのーまあ、藤元彦知事が、えー、選挙前から、あのーあのーえー、選挙に関する、えー、対策、SNS の対策とか、えーあのー プラットフォーム作りであるとかそういったもの要するに選挙のあれですよね選挙をうまくしていけるような活動に関する SNS とかインターネット上の戦略に関してお金を受け取って斎藤知事側からそれで選挙協力をしていたのではないかっていうような疑惑が出ておりましてまあ ま公職選挙法によりますと、告示前に、あたかも投票を求めるかのような行動を行ったりであるとか、告示後に外部の業者に委託して、それが例えとインターネットであっても、選挙活動をするっていうのは、公職選挙法では厳しく規制されていると。 でこれに対して斎藤知事側はあくまでポスターの制作などをえまあえ行っていた,いただいただけでありお金は支払っているけれどもあのまラック高速選気法に違反するような事象ではないというような SNS 戦略を企画したり立案したりしていただいたというわけではないというようなことをおっしゃっていて。 でまあその,の SNS 戦略をしましたって名乗り出ていた会社に関しては情報を削除していたりとか今現在代表の方とも連絡が取れているのか取れていないのかちょっとわからない状況というような形になっているんですけれども。 まあこれで多分あのネットの方々であるとかえメディアの方々であるとかいろいろ一斉にいろいろな意見を述べられていてまあ今回その僕自身はあのなんでそういう構図になるのかっていうふうに思ってたんですけどもなんか SNS 対えインターネット対えテレビえ新聞オールドメディアみたいなえ対立構造というか対決構造が勝手にできてたじゃないですか。 僕自身はそれはそもそも前の動画で話した通りあり対決にならないと思ってるんですけれどもあの対決っていうのはあの、まあ、繰り返しになっちゃうんですけれども例えばサッカーをやっていて同じ J リーグチームがあのダービーをするとかそういうようなことを対決っていうんであってあの、まあ、例えばこの場合でいう対決っていうのが正しいんだったらフジ、えー、テレビ対、えー、TBS で。 あのどっちの選挙報道が人気だったかとかそういう話が一番あの対決になるんじゃないかなと思っててあのまあこれを X とかに当てはめるんだったら X の斎の藤知事を応援するアカウント斎藤知事を応援していないえ落ちてほしいと思ってるアカウントえこ,の両者この2つの大きなインフルエンサーが,が えーなんかこう意見とかを交わし合ってえで結果としてその選挙の結果によってどっちがあ今回こっちの勝ちだね負けだねみたいなことだと思うんでなんかそもそも対立になってないんじゃないかと思ってるんですけれども実それはあのネットは双方向のメディアであってテレビは一方通行のメディアであるからまあそもそもえ競技が違うんで。 え対決していないとは思うんですけれども僕自身がそのテ,ビテレビ側からの視点として思うのはまあこれでまたそのなんかえーこうインターテレビ側が報復してきたとかえそういうような今のところ私がネットとかをちょこちょこ拝見していた限りそういう声はほとんどないんですけれどもえテレビ側がまた重箱の隅をつついてあのあの落とそうとしてきているとかなんかこう。 変になんかこうバチバチやり合うような感じになってほしくないというかそれはちょっとそもそも違うんでなんか皆さんあのこれはあのネットにを信じていらっしゃるとかネットの報道の方をテレビより信用していらっしゃるって方もそうですしあのテレビ側も今回そのネットの人たちにこうなんか えー、なんかテレビ側の人たちもなんかちょっと思ってるんじゃないかと思うんですよね。ある、えー、なんかこれだけなんかネットに負けたみたいなこと言われてると、自分たちは負けてしまったみたいに、なんか思っちゃってる人っていると思うんで、なんかそういう人たちも、なんかネットの人たちをなんか黙らせるじゃないですけれども、なんかこう、あることないこと出して、えー、ないことはそんなに出さないんですけども、テレビは。あのもっとも裏を取ったり、現場に話を聞きに行ったりするんで、裏を取ろうとするんでしか、少なくとも。えー、まあ、えー、誇張はするかもしれないですけども。 まあ大げさすぎる情報を出したりして、なんかネット税をなんか煽るようなことっていう風にはしない方がいいと思うんで、なんか双方ともにあの落ち着いてほしいなって私自身は、テレビ側にしろ、インターネットをよく利用していらっしゃる方にしろ、オードメディア側にしろ SN、SNS メディア側にしろ、そういう風に思っております。そもそも対決してないんで、対決になってないから、僕自身はそう思うんで、あのー、 あとは、やっぱりそうですよね、あの問題の本質って何なのかっていう部分を、ちゃんと皆さんで見極めていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。えー、今回、斎藤知事側の方は、この匿名で出てきた告発文書っていうものを、怪文書として扱ったと、えー、それであのまあ訴えてきた元県民局長をまあ匿名だったはずなのに特定してしまいあの懲戒、えー、懲戒にしたと。 定食にしたっていうのはこれは事実だと思うんですよね。えー、っていう事実っていう部分で、あの公益者保護、あの公,、えー、公益通報をした方を保護するっていうところにそれは違反しているんじゃないか、違反して違反してなかったのか。 えーまあ、ちょっと僕自身、そ,そこまで資料申し,申し上げませんが、読み込んでないんで、今のところ、それが本当に公益通報者保護になるのか、えー、まあ、解文書だから公益通報者保護には当たらないみたいなことを、えー、知事側はおっしゃってましたけれども、それが本当なのかどうかであるとか、それとも本当は保護すべきだったのかどうか、えー、っていうようなことと、あとそのあの、告発文書にはそのパワハラ以外のことにもたくさん記載されているんですよね。例えば、政治資金パーティーなことであるとか、 えまあさまざまな事項が記載されているんですよだけれどもまあちょっとメディアの報道も大手メディアの報道もあるし SNS 側の反応もちょっと一義的になってしまったのがあると思うんですけれどもなんかそのパワハラ問題あったかないかとかえ公益通報者保護法違反があったかないかとかえまあえそれは大事なんですけれども。 あとはその斎藤知事の人柄であるとかこれまでやってきたこととかっていうようにフォーカスが当たってなんか真実はこうだったであるとか県民局長が不倫してたであるとかなんかそういうようなえなんか本質じゃないところが盛り上がってるんじゃない本質なんですけれども本質なんですよパワハラったかどうか公益通報者保護本質なんですけれどもなんか問題はどこなのかっていうのをえちゃんと考えた方がいいかなと思うしその 本質じゃないと僕申し上げたんですけど、本質じゃないところ、なんかテレビ対ネットであるとか、なんかそういうとこが出ちゃってる気がするんですよ。テレビが言うことはもう信用しないからこっち信じようみたいな。逆に SNS はこう言ってるけど、なんか SNS、テレビ側からしたら、どうしてもなんかこう SNS に勝ちたいみたいなところもあったのかもしれないです。なんかこう、意図しないところでこの選挙って、変に、変なところで盛り上がってませんかって思ってるし、選挙前からそうなんですけれども。 なんかそういうような部分えっていう部分がその例えばそのパワハラに浸ってその告発者が最初出した時は例えばそのあのどんえ職員を怒鳴ったりであるとかあのまあそういうような部分が記載されていたはずだったのにまあ夜中にチャットしてきたりであるとかあのまあ,えま,あまあ僕自身はそういうの別に嫌いじゃないんですけれどもえっとー まあえー、罵倒したいやとかそういったことを記載されてあったはずなのにいつの間にかもう百条委員会の方でもなんかずれてて、あのー、パワハラをしたことによる、えー、自死が,があったとかなかったとかそういうようなことになっちゃっててなんかこうもちろんイ藤知事を、えー、おなんか脅したいっていう議員さんの中にもいる派閥がいらっしゃると思うんで。 えまあそういった方々がその問題をすり替えとかも行ってたのかなっていうふうに思ってるんでなんかもうそう考えると全方位的にちょっと落ち着こううかっていう感じですよね本当に今回の問題としてその告発文書にあったことが書かれてあったことがあったのかなかったのか7項目あったんですけど優勝パレードのことであるとか貯と品がたくさん来ているとかあるとか。 あのー、まあ、えー、違法行為が、えー、知事選挙に3年前の知事選挙に改善してあったんじゃないかとか、えー、そういうような部分であるのかとかをちゃんと考えないといけないし、あともう一つは、まああのーまあ、公益通報者の保護もそうなんですけれども、まあ、パワハラにしたって、ちゃんとどこがパワハラだったのかっていうことちゃんと問題を明確にしてっていう部分もそうだと思うし、えーまあ、そうですね。 皆さんで議論していただいて、えーまあ、テレビがどうだとかネットがどうだとか、えー、そういうことじゃなくって、えー、そういう部分をちゃんと、えー、目に向けてやっていかないといけないし今回そこに高速選挙法の問題って加わってきたと思うんで、えー、まあそ本当に高速選挙法に違反するようなあ事実があったのかなかったのかっていうこともちゃんと検証していかないといけないんでなんか、えー、テレビ対ネットであるとか えこうあと、そういうことはなんかこう変に盛り上げたりしない方がいいと思うし、あともう一つ思うのが、なんかこのえキラキラ広報では、あんまちょっと言葉にしたくないんですけど、こういう言葉自体、今回そのえ自身のホームページに、そういった私が選挙協力 SN、SNS の対策をこう協力しましたって書い,て書いた方のことを、ま、あ もしかしたらまあ非があるのかもしれないんですけれどもなんかこう人格否定をしたりであるとか無能であるとかなんか役立たずであるとか僕自身こんな言葉今までも全然使いたくないんですけれどもなんかそういうような人間性を否定したりとか何かこうえ容姿を抽象したりであるとかなんかこうそういうふうな言説っていうのも控えた方がいいと思いますしまだってまあ何があったかもまだ、えー 本当に皇族選挙法に違反しているかどうかすらもわからない状況で、なんかわー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 、一人の人に対して、こう何人もの言葉の刃っていうのを浴びせるっていうのは、ちょっといただけない行為んじゃないかなと僕自身は思いますよ。なんか記事でもなんかこう、キラキラ広報が、なんか承認欲求がみたいなことを上げてた、上げてる記事だったんですけど、そういうのような言説はちょっと大手メディア側も控えていただきたいですよね。えなんかそういうふうにちゃんとやっていかないと、 えー、もうなんかこう傷つけ合ってしまうんで、えー、なんかもうなんかそういう社会って嫌じゃないですか、えー、でそういうの本質と全然どんどんずれてっちゃうからそういうのやめた方がもういい加減いいんじゃないかなと、えー、思うんですよねなので皆さん、えー、ちょっとあまりうまくまとまってないですけれども、えー、今後もまあえ推、ー、移 今後の推移もちゃんと冷静に見ていって、まあ、えぇ、ー、ソーシャルネットワーク上でも、あの、なんか、えー、自制を促す声とか、今、たくさん出てらっしゃるんで、それはすごい喜ばしいことかなと思っているんで、えぇ、ー、まあ、皆さんの、まあ、最終的に皆さんの目で判断するしかないんですけれども、何が正しいかとか、えー、正しいって何だって話になってきちゃいますが、えー、そういうような。 目でちゃんと自分自身で情報を判断してやっていければなんというかより良い選挙であるとか報道であるとか世の中の流れであるとかっていうものにアダプトしていけるんじゃないかなと思っております次第でございますやっぱりその口汚い物言いであるとか相手の抽象とかそういったことには気をつけた方がいいかなと思いますそれをやめるだけでも なんていうか物事の見方がクリアになるし、えー、より良い社会になっていくんじゃないかなと私自身は思うんで、ちょっと難しいかもしれない、理想論になっちゃってるかもしれないんですけれども、えー、そういうような感じになっていけると僕自身はすごい喜ばしいことだと思っております、えー。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がもし良いと思った方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。